右の油絵はゴッホによる、左の歌川広重作浮世絵の模写である模写とは、美術において他者の作品を忠実に再現し、あるいはその作風を写し取ることでその作者の意図を体感、理解するための手段、方法。またその行為によって生み出されたもの。従って、模写には再現のための知識、技量が必要となる。歴史的な価値を生じた作品をそっくりに複製する。 手法は、転写であり、模写ではない。転写を行う背景の多くは、歴史的価値のみを売買するために行われている。日本画や仏画においては、古くから、訓練、修行として、また、絵画の精神性、様式、技法の伝達などを目的として模写が行われている。また、美術系大学では、授業の一環として、古典画家の作品模写が取り入れられている。 絵画の保存を目的とした模写も行われており、原画が失われても模写が現存することで絵画の内容が伝わっている例もある。例えば、明治の日本では廃物希釈により危機に瀕した仏教美術の再認識が起こり、明治17年に桜井幸運によって保存を目的とした法隆寺近同壁画の模写制作が行われ、以後も多くの画家が、 組織的に保存のための模写を行った。昭和24年に起きた火災によって、法流寺近藤壁画は焼損したが、残された資料をもとに昭和42年に再現模写が行われた。保存のための模写では、揚げ写しや敷写しなどの技法で原資料から図像を写し取り、色見本を作成した上で彩色、裏彩色を施して制作される。ありがとうございます。